攻撃開始、突撃せよ。Yeah!
Thank you.
分や。89回転目にやっとお前が笑うっつうのか。やったよ。
情にな美しさはここにあることを気づいてほしい2ダンスモノラス Yes ダンスクニック爆発ダンスよくなっちゃうこいつお前出てくんじゃねえよマジよく頑張りましたねみたいな顔で出てくんじゃねえよ帰るわありがとうな何かもらって帰ろうかなどうせだしこれタオルかわいいんじゃないタオル友達にあげようと思います2つタオル友達にはいあげようと思いますはい皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした一つ前言わせてください高須ふざけすぎだお前相当なエリートなのになんだあのふざけ方はこんなやつ踊ったりとかさなワンモアとか言って出てきたりとかさまあすごいまあエンターテイナーとして頭も良くて、まあ、いろんな人を笑顔にしてきた高須さんは、まあ、エンターテイナーとして、まあ、こういう業界にも進出していくっていう、やっぱ、あらゆる方向で、まあ、活躍されてる方なんだなって、やっぱ、改めて思いましたね。まあ、ツイッターでもすごいですし、今日めちゃくちゃ高須さんの、ね、フォロワー増やしてあげましたからね。あの高須さんの顔、みんな、僕何時間見てたかわかります?僕4時間ずーっとあの動かない高須委員長ね89回転ずーっと4時間ずーっと見てたんですからねうんどんだけ突っ込んだか、まあ、結果の方なんですけども投資が5万5千円回収が、まああのまあ、景品交換もしましたけども、まあ、回収現金で返ってきたのが、まあ、3万9千円ってことで、1万6千円のマイナスですなので、まあ、僕はね二重の手術を諦めました。はい。で、もう一つなんですけども、まあ皆さん聞いてください。あの、視聴者がですね、まあ結構大きな手術をこれからするんですよね。で、まあ娘さんが、まあレモン好きということで、まあ僕の動画を結構あの見てくれたりしてるらしいんですよね。まあレモンが好きっていうことで。で、その娘さんにね、まあ手術成功したら、まあこれをプレゼントしようかなと。いうことで、はい、私、まあ僕のね、二重の手術は諦めて、この景品に変えさせていただきました。はい、まあ手術成功するといいっすね。まあそれぐらいっすね。あと、高須、あのね、腹筋のあれ、本当に、きつい。あ、まっすぐ行ってないんだ。腹筋なんかぐにゅってなって、卵あちらこちら行って、あれ本当ボーダー1000円で 1.5 回転だけども、回らない。全然回らないです。1000円で 1.5 も回らないので、まあ皆さん、打つ際は、高須委員長の、まあ、腹筋の方も注目してしっかり、まあ実践されることをお勧めします。なんか腹筋がすごいなんか歪んでるから気をつけた方がいいですわ。マジで。マジでこれだけ言ってきます。ということで、なかなかすいませんでした。はい。ということで、次回の動画も楽しみにね。一重だからモテないんだよなぁ。